よくぞ来た。滅びし里の維持、そして聖魂を背負うし贖い人よ。待たせたな。王が用意した遊戯盤、よくぞここまで駒を進めた。最後の守護者たる私を倒せば、 この第六聖層の果ては見えよ。<笑>無論それは不可能に近い試練ではあるがな。<笑>一つだけ聞いてもいいですか？何？<笑>どうして、なぜあなたはそのような格好をして顔を隠しているんですか？<笑> 何を聞くかと思ったら、王がそう望まれたから。それ以上の理由がどこにある？違う！あなたがここにいる理由は確かにそうかもしれない。だが顔を隠しているのは影の王が望んだからじゃない。その理由は全く別のものだ！ヨシア君。 ヨシア君、やっぱりみんな気づいていたみたいですね。僕が不甲斐ないばかりに本当にすみませんでした。何、君のせいばかりではないやろ。俺らかてまさかという気持ちがあったのも確かやしな。確かに。でも最初から気づいてたわ。なんとなく 言えなかったけど。何を納得しているのか知らないが、それが真実だと思うなら構わずここで言ってみるがいい。<笑>それを告げるだけの覚悟がお前たちにあるのならばだが。断る。何？あなたの正体など力ずくでその仮面を剥ぎ取れば分かること。 確かなのはここを乗り越えない限り明日が来ないということだけだ。ならば今はあえてそのことに触れずに置く。迷うのでもなく、そして逃げるためでもなく、ただ全身全霊をかけてあなたという試練に勝つために。吉岡、 クーデター事件の借り、ここで返させてもらおうか。<笑>仕方ないから、レンも手伝ってあげるわ。<笑><笑>まさかそんな風に開き直るとは思わなかったぞ。いいだろう。ならばこの顔、力ずくでさらけ出してみるがいい。 黒のドラギオン。<笑>そうきたかい。我が名は黒騎士、漆黒の隆起を狩る深淵の守護者なり。影の王との制約に従い、今ここに試練として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。ああ、望むところや。 我が右手にありし星の杯を、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グダールスフィア。
受けてみる。荒ぶる炎の寄せ飛炎山。
蹴散らせ。下がれ。我が右手にありし星の授きを天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア。Go!
Oh!
もう僕は逃げない。戦闘終了。先に進め。見事、俺の顔をさらけ出したか。やはりレーベ、再びこうして相まみえることになろうとはな。もはやお前にとっては無用の再会かもしれないが。そんなわけ。僕は多分怖かったんだと思う。レーベにまた会えたとしてもすぐに別れはやってくる。その痛みを味わいたくなくて気づかないふりをしていた。そんな僕の不甲斐なさがレーベに仮面をまとわせた。それが、ああ、その通りだ。影の王によって俺という概念はこの世界によみがえった。お前たちの前に立ちふさがる最強にして最大の守護者として。だが仮面をまとわせたのは確かにお前たちの思いなのだろう。この影の国は想念によって変化しうるからだ。やっぱりそうか。しかしその役回りもお前たちのおかげで終わりだ。正直なところ、ドラギオンまで持ち出して破れるとは思わなかったがな。さすがに危なかったけどね。それにみんなで力を合わせた結果だよ。それもまた力の一つだろう。リシャール大佐、クーデター事件以来ですね。まさかこんな形であなたと再び相まみえるとは。ローランス少尉、それはこちらのセリフだよ。しかしこの場に付き合わせてもらったのは私にとっては幸いだった。ようやく君の実力を確かめることができたからね。失望させたのでなければいいのですが、こちらこそ剣聖直伝の技堪能させていただいた。そういえばお前とは別れの挨拶をしていないままだったか。すまないな、レン、中途半端に消える形になって。レイビが謝ることじゃないわ。あの時ヨシュアと一緒に館から連れ出してくれなかったら、だから本当に感謝してる。そうか。最後にもう一度頭を撫でて欲しかったけれど、なんだか爪が痛そうだし遠慮しておくことにするわね。すまないな。さてと、ケビン・グラハン、ようやく確信に至ったか。ああ、この上なくはっきりとな。ここから先はどうか俺に任せてくれ。あんたの大切な人たちも無事元の世界に返したる。そうか、ならばこのまま任せるとしよう。分かっているとは思うが、王は尋常ならざる人物だ。どう向き合うか
くれぐれも見誤らぬがいい。ああ、忠告感謝や。レーベ。どうやら時間のようだな。ようやく俺もあるべきところに帰ることができる。うん、俺だけ姉さんのところにちゃんと届けておいたから。ああ、すまんな。あいつと共にゆっくり休ませてもらうさ。それじゃあな、ヨシア。うん、さよならレイベン。